はい、どうも皆さんこんにちは、安永サイクルです。今日も元気にね、商品紹介しちゃっていきたいと思います。今回ね、商品紹介するのはジンバル雲台と中華製の三脚とゴトックスの丸型ソフトボックスと、丸型ソフトボックスの三脚です、はい。まず三脚からいこう、ね、中華製です。めちゃくちゃごついやつね、やばい。外見はこんな感じですね。ハエが入ってきた。はい、ハーフボールですね。で、ハーフボールの受け皿で、これハーフボールをこの中に入れてねじ込みます。で、ここに入れ込む感じですね。で、ここにロックがあります。で、ここで周を締めるという感じですね。雲台ですね。開けていきます。箱が出てきました。説明書。雲台ですね。と付属のなんかですね、これ。ちょっと組み立てていきたいと思います。レール。はい、その次にこれかな。よし、これロックですね。交換。で、これがレール。
のネジなんだろうね、これ。こうやって使うんだね。うん。重いレンズほどこういうので上下左右ですね。600ミリのレンズを持ってるので、本当はね600ミリのレンズ持ってこようと思ったんですけど忘れちゃいました。はい、ということで今回購入したのは、中華製の三脚と、ジンバルですね。これじゃ細すぎるんですよ、あの成形写真とか撮るのに。大きい。はい、お次にゴトックスの丸型ソフトボックスとニシンの三脚っすね。もう何回か使ってるんですけどめちゃくちゃいいです。これをですね、ここを一気にカチッというまでこうですね。はい、これカチッというまで広げていきます。一番最初はねめちゃくちゃ硬かった。でもだいぶ慣れてきて、なんかあるのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16個ですね。で、はい、1枚外側につけて、であと1枚中側にあります。多分ね、外だとこれ外していいんじゃないかなと思います、うん、でこれゴトックスのやつですね。でロックされます。はい、次にニシンの三脚です。これがこれのいいところがですね、あの水平から立てることまでできるんですよ。こういうふうに水平から立てることまで。だから風の強い日は水平にして、この上に重しを乗せると。でここ、
ネジを締めて撮影するという感じですね。ゴトックスの、QRP70 です。この網網のやつもついてます。感じですね。これはね、ジッパーになっているので取り外し可能です。光が弱いときはこれ を外してですね。だから外で撮影するときとかは多分これいらないんじゃないかなと思います、はい、あとはこの面に沿ってこうやって貼っていく。本当は立てる前にした方がいいんですけどね。うわ、はい、こんな感じですね。こんな感じです、はい、今回購入したのは、三脚と雲台と、ゴトックスのソフトボックスとニシンの、三脚ですね。
やはりこういうのは風に受けやすいので、三脚はねちょっとちゃんとしたやつを買った方がいいのかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。